島田賢治は、日本の実業家、テレビイベント CM の企画構成作家、プロデューサー、芸能プロモーターである。慶応大学法学部中退、国学院大学法学部法律学科卒業、法学研究院、テレビ電話芸能オーディションシステム開発者、ジャパンパーソナルファイル開発者。1980年代、お笑いスター誕生 初代グランプリの B&B の芸能マネージメントを、はじめ数多くの芸能人に携わる。ファッション誌では j j、ビビ j ジェジェキャンキャンロンノなどに、JJ 山本高子、セブンティーン加藤幸子など専属モデルを、はじめ数多くのモデルをマネージメントする。フジテレビ、オールナイトフジのオールナイターズの女子大生や、MC 梶原マリ子、 夕焼けにゃんにゃんおにゃんこクラブのメンバーの鈴木若子他3名のマネージメントをしていた。スマップが出演していたテレビ朝日、アイドル共和国の桜っ子クラブの一部をマネージメント。アイドル誌、ママっ子、モモコクラブのメンバーの一部をマネージメント。1994年ビスコ株式会社に協力して、近未来通信網実験協議会、NTT キャプテンシステムテレビ電話を利用した。 遠隔サービス、広告、芸能の企画開発を立案する。1995年ネット PC 通信、電話、ファックスによる情報提供サービスを開始と芸能モデルシステムのマーケティングをする。1999年シティシステムなど数多くの人材発掘とした企画を月間デビュー、月間オーディションテレビ番組等で公表した。 2003年 NHK 長の連続ドラマ小説、テルテル家族に自社の女優を出演させる。社会貢献できる人材育成で有料職業紹介業、IT 系で一般派遣業の責任者として活躍。東京ウィッグサイト、幕張メッセパシフィコ横浜、インテックス大阪、ポートメッセ名古屋等でイベントの企画プロデュース2018年に、 フライステーションの空飛ぶアイドルパフォーマーを企画プロデュース2018年に100億円キャンペーン企画出資ありがとうございます。